こんにちは、のりたろうです。今回の話は投資する人しない人その差は歴然というお話をしたいと思います。今は2022年の7月ですが、こんなニュースがありました。大道ドリンク値上げ最大 25% というニュースです。このニュースを見て、わあまた値上げだな、やだなで終わってしまっている人は、貧乏になってしまいますので気をつけてください。これは円の価値が 25% 暴落しますよということだと認識しないといけないと思います。例えば銀行預金に1000万円あったとしたら750万円の価値になってしまいますよということなのです。投資をする人にとってはまあそういうニュースかなっていうのはわかると思うんですが、もう一つですね、新型の iPhone の最上位機種が19万4800円から23万4800円に4万円値上げっていうのも一緒のニュースです。約 20% の円の価値が暴落したということになります。ちなみにその分消費税も上がります。なので今の自民党政権は消費税を下げると3割カット、年金を3割カットするという恐喝まがいの発言までして、この美味しい飴を死守したいということなので、まあ皆さん選挙に行きましょうということです。で、まあ、高市早苗さんがですね、消費税は全額社会保障に使われているというのが嘘だという話ありますけど、私も嘘だと思います。まあ本当であればですね、消費税がどん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 上がっているのに年金がなんで下がってるんだというところが整合性がやっぱりつかないと思います。まあ、これは完全に論理破綻かなと思います。で、加えてですね、発展途上国に 8.8 兆円支援したり、コロナの予備費で11兆円が使途不明だったりするお金がちゃんとあるわけなので、やっぱりおかしいなという政府にはちゃんと選挙で国民の声を届ける必要があるかなと思います。と話がちょっと脱線してしまいましたが、まあ、話を戻しますと、要は日本円の価値が20から25% 暴落しますよということなので、まあ、そんな中、年金も給料も手取りも減ってますので、完全にスタグフレーションという最悪の事態が今進行中かなと思います。なので今あるお金を預金ではなく投資に回すべきかなと思っています。で、投資は何でもいいと思いますが、まあ、投資という皮をかぶった詐欺とか、養分にされるだけのギャンブルっていうのも多いので、まあ、どういう投資をするかっていうのは結構大事かなと思います。まあ、例を挙げるとですね、仮想通貨とか FX などはやっぱり金持ちに乗せられて養分にされることが多いので、まあ、あんまりおすすめではないかなと思います。で、コツコツドカンっていうことがある世界なので、やっぱりチャートにこう張り付いて素早く損切りをしたりとか、まあ、ちょっとそれはもうデイトレーダーみたいなことをやらないといけないので、まあ、初心者に全然おすすめではないと思います。やはり堅実に行くにはNISAとかiDeCoのような、まあ、政府が用意してくれた非課税枠を生かすのはいいと思いますし、今は株価も一時期より暴落しておりますので、インデックス投資のようなのを始めるにはいい時期かなと思います。それでもまだお金に余裕がある方や、ま、あの株価の乱高下はあまり耐えられないという方にはコイン投資がおすすめかなと思います。で、 iPhone とか、まあ、ジュースとかでさえ値上がりするのに、まあ、金貨や銀貨が値上がりしないわけがないと。なのでもうどんなコインでもいいと思います。で、もちろんコイン投資の世界もお金持ちが儲かる仕組みになってるんですけど、まあ、初心者が養分にならないような仕組みもあるので安心かなと思います。まあ、もちろん偽物を買ってしまったりとかしたらダメなので、ちょっと買う場所には気をつけた方がいいと思いますが、まあ、先に述べたお金持ちに養分にされる世界というのはですね、お金持ちが価格を売り買いとか
情報操作などで操作できる仕組みがあるので初心者が用具にされるわけなんですけど、コインはそう簡単に買い集めて独占することもできないですし、一気に売りに出すということもできないです。でもしそうすると売った人が安値で買い叩かれてしまって損するだけなので、そういう売り買いでですね暴落させるっていうこともなかなかできない。で今はアンティークコインっていうのはどんどん値が上がってしまっているのに対して、私の好きなモダンコインですね、ここ100年ぐらいで発行されたモダンコインは一時期の過熱状態から、値段が落ち着いてきてますので、今は買いの時期かなと思いますし、アンティークコインは、もちろん買えるものがあれば買っておいた方がいいかなと思います。でこの先の見えない国難の時期を乗り越えるためには、やっぱり投資で自分の資産を防衛しつつ、選挙の時期なので、選挙に行って、国際金融資本の言いなりになっているような今の政権には歯止めをかける必要があるかなと思いますので、とりあえずもうどこの党でもいいので、皆さんの周りの人を誘って選挙には行きましょうということで、投票率が低い選挙が続いているというのがやっぱり日本の大きな問題かと思いますので、投票率は少なくとも上げる必要があるかなと思っています。でもちろんどこの政党に投票しても自由なんですが、もし今まで自民党に投票していたが、今回の岸田政権はちょっとという方には参政党という、新しい党がありまして、私の大好きな武田邦彦先生ですねもおりますし、代表の神谷さんっていうのはですね、10年以上 YouTube の CGS という番組をされておりまして、本当に深い日本の歴史をそこでも学べますので、選挙で投票されなくてもいいので CGS っていうのはですね本当に勉強になりますのでおすすめです。リンクを概要欄に貼っておきますので、もしご興味がある方は、ご覧になってください。ということで今回のお話は以上になります。最後までご視聴くださいましてありがとうございました。いつもご覧くださっている皆様本当にありがとうございます。それでは最後皆様一緒にレッツコイン。ご視聴ありがとうございました。You and me, meant to be